書類に目を通したか。右月、笛を吹くな。ランプを起きろ。次の計画はかなり込みてる。資料を頭に叩き込んで気引き締めていけよ。ちゃんと聞いていたか、ランポ。え、俺様？お前はそろそろ戦線でぐずる癖を直さんといかんぞ。だって怖いものは怖いんだものね。参加してやってるだけ感謝してほしいよ。なんだと？まあまあ、泣きながらも蘭方はちゃんと役割を果たしたではござらぬか。偉いでござるよ。うん、そうだものね。ったく甘やかすな。会議は以上かい。用が済んだのなら僕は帰るよ。私も仕事が残っているのですが。まあ待て、他に伝えることはないか、プリモ。プリモ。ん？ああ。どうした、考え事か？いや、大丈夫だ。みんな、引き続き頼んだぞ。はい。ああ、では、解散だ。どうも会議というのは性に合わん。もう昼過ぎでござるな。おお、道理で腹が鳴るわけだ。どうだ、このままみんなで昼飯に行かないか。ああ、俺は昼食はいいんだ。ん、なんだ、行かないのか。うん、ちょっと用があってな。また後で。おい、俺もついてくぜ。護衛がいた方がいいだろう。いや、一人で大丈夫だ。じゃあな、みんな。おう、またな。珍しいですね。彼が誰かさんより早く帰るなんて。どういう意味？いいえ、全くもって対はありませんが。どうしたのでしょう。何やら行き先を言いたくないようでござった。こんなことは初めてではないか。いや、ん？ここ3日ほどあいつはフラッと行き先も告げずに出かけることが多かった。おや。だが今日の態度は確かに妙だぜ。プリモ、恋人でもできたんじゃないの？もう殴ることないでしょう。ガキがませたこと言ってんじゃねえ。恋人ならいいのですが。あ？私たちが考えるべきはそれ以外の可能性ではないですか。確かに俺たちにも話せない事情があるとしたらよほどのことなのかもしれん。そうでござるな。自警団の活動規模も広がり、プリーモを疎ましく思っている悪人は増える一方でござる。その中で卑劣な手段を使う者がいないとも限らない。おお、その通りだ。もし町の人々を人質に取られでもしたら。プリーモの性格から考えて悪党どものどんな要求でも飲むでしょうね。たとえそれが自分を危険にさらすことだとしても。気に入らないな。僕にはわざと不安を煽ってるようにしか聞こえないけど。そんなつもりはなかったのですが。チッ、尺だがありえねえ話じゃねえな。それならここ最近の単独行動も説明がつく。どういたそう。ここで心配していてもしょうがない。プリームの後を追って真相を突き止めようではないか。そうだな。プリモに何かあってからじゃ遅い。帰るのか、ラウディ。まだ話の途中だぞ。付き合ってられないね。ちょっと待て、ボスの一大事かもしれないのだぞ。ボスって誰なんだ。僕は誰の下にもつかない。怖っ。まったく、究極に身勝手なやつだ。とにかく俺は行くぜ。今ならまだプリモに追いつけるはずだ。あ、私たちはどうすれば。おい、ジー。行っちゃったものね。やれやれ、全くもって心配性ですね。私は仕事に戻りますよ。え？自分で心配させといて。その後調子はどうだ。そうか、それは良かった。
プリーモと話してる相手はこの間悪徳な金貸しから解放してやった店の主人か。幸い人通りも多い。距離を保てばいくら勘のいいあいつでも。プリーモ、魚屋さんのマルコと話してるね。ずいぶん真剣な話のようでござる。究極に気になるな、ジ。何やってんだお前たち。何って、心配なのでついてきたでござる。プリーモを護衛するのは守護者として当然のことだからな。俺様はただの暇つぶし。遊びじゃねえんだ、お前ら帰れ。何、遊んでいるつもりはないぞ。そうでござる、プリーモを思う気持ちは皆同じでござる。そうそう、もし恋人だったらどんな相手か気になるし。あ、なんか言ったか。別に。それに万が一の時は人が多い方が有利なはずだぞ。チッ、好きにしろ。おお。ただし足手まといになるならすぐ置いてくぜ。わかったな。はい。今のところプリーモには気づかれていないようでござるな。うん、幸運だな。いや、いつものあいつなら気づかないわけがねえ。それほど追い詰められてるってことかもしれねえぜ。あ、誰か接触してきた。何、誰だ。小さな女の子でござる。お、しゃがんでしまった。人通りが多くてよく見えんな。よし、少しだけ近づくぞ。あ、子供がポケットから何か出したよ。ギャングには何も知らない子供を運び屋にするっつう手口もあるらしいからな。手元から目を離すなよ。いやいや、あれは。なんだ、見えたか。あの少女が取り出したもの、あれは飴玉でござる。何、見知らぬ子供がプリーモに飴玉をあげたでござる。心温まる光景ではないか。あ、舐めた。運び屋ではなかったようだな、ジ。まあ、あいつは昔から子供に好かれるからな。お、別れたぞ。プリーモの足取りはゆっくりだ。何かの下見なるかもしれん。何かこの地区で動いている案件はござるか。いや、ここで抗争があったのはずいぶん前のことだぜ。あ、立ち止まったものね。あ、そばには誰もいねえみてえだが。何やってんだろう。あ、しゃがんだ。また子供でござるか。いや、あれは猫だ。プリーモの足に子猫がじゃれついている。おお、かわいいでござるな。なんと、他の猫も集まってきたぞ。お、犬まで。犬もかわいいでござるな。和んでんじゃねえよ。にしてもすごい光景だものね。ま、あいつは昔から動物にも好かれるからな。プリーモが動くまでここで待機か。ずっと撫でてるね。ああ、そうだな。まだ撫でてるね。ああ、そうだな。まだ？もう夕方になっちゃったものね。ま、あいつはちょっとのんびりしたところがあるからな。あ、立ち上がったでござる。はあ、よかった。俺様立ちっぱなしで足が棒になるかと思ったものね。おお、猫たちが究極に名残惜しそうだ。行くぞ。なんだか気が抜けたものね。別に危険はないんじゃないの。そうでござるな。このまま何もないといいのでござるが。あ、プリーモ、八百屋さんにしこたま野菜持たされてる。日頃の感謝の印だな。野菜一箱分とは大盤振る舞いでござる。そういえばあいつ、市場に出かけるとよくいろんなもん持たされて帰ってきてたな。お、歩き始めたぞ。プリーモ、重そうだものね。町の人たちはみんな親切でござるな。みんなプリーモに挨拶していくね。ああ、それだけみんなに愛されているということだな。究極に大した男だ。ん？あれ？プリーモが酔っ払いに絡まれてる。チッ、こいつは厄介だぜ。ああ、オープンテラスで大勢でワイン飲んで無理やり座らされたでござる。くっ、
あいつらプリーモに妙なことしやがったら。いや待て、うん、見ろ、新しいボトルが来た。みんなでプリーモにおごってやるつもりなのだ。何？ああ、飲まされてる飲まされてる。さっきもらった野菜がつまみにされているぞ。プリーモは本当に老若男女まんべんなく好かれているでござるな。あ、酒屋さんの中に入ってったよ。この角度じゃ中が見えねえな。移動するぞ。ワイン選んでるものね。買い物でござるか？あ、すごくいいワインを選んだよ。しかもリボンかけてもらってるものね。リボン？プレゼントっつうことか。やっぱりプリーモ、恋人ができただけじゃないの？それだったらめでたいことだが。ワインを渡す相手が恋人とは限んねえだろ。まだ安心はできねえ。それではもう少し様子を見るでござるか。そうだな。あ、出てきたよ。次はどこへ行くのでしょう。恋人へのプレゼントなら花屋さんかな。ったく、気を抜くのはまだ早えよ。なんだか人通りが少なくなってきたぞ。どうやら裏路地に入ったようでござるな。なんか暗くなってきたし、やばい雰囲気だものね。プリーモが立ち止まった。隠れろ。チッ、店に入っちまった。あれ、お店かな。看板ないし明かりもついてないけど。ショーウィンドウの中は見えるか。羊の頭蓋骨にオオトカゲの剥製、それに瓶詰めになったヘビ。何の店？あ、よく見ろ。ところどころに光るものが置いてあるぜ。あれはネックレス。横にあるのは指輪か。げっ、アクセサリー屋さんなわけ？まさかプリーモ、こんな悪趣味なとこで恋人のプレゼント買うつもり？いや待て、もうすでに廃業しているのかもしれんぞ。確かに廃墟の中での密会はギャングの常套手段でござる。店の中が暗くてここからじゃ見えねえ。向かい側まで行くぞ。は？プリーモ以外にもう一人いるぜ。シルエットしか見えんな。ねえちょっと、あれ、相手の男が手に持ってるのって、ナイフだ。あれナイフだよ。何？プリーモが後ずさっている。やべえ、突入するぞ。誰か出てきやがった。ああ、お前たち。あ、プリーモ。お、あ、急に止まるな。ちょ、うわあ。大丈夫か？それはこっちのセリフだぜ。プリーモ、無事でござるか？怪我は？プリーモ、ナイフが。ナイフ？あの男は何者なのだ、プリーモ。プリーモ、危険な目に遭ってんならなぜ俺たちに相談しねえ。何笑ってんだ。すまない、店主に新作のペーパーナイフを勧められて断っただけなんだが。いらぬ心配をかけてしまったようだな。ペーパーナイフだと？あの手紙とか破るときに使うやつ。ではあの時後ずさったのは断る動作だったのか。究極に紛らわしいぞ。焦って損したぜ。俺も驚いたぞ。後ろにいたお前たちが急に前から突進してきて。あ、やっぱ気づいてたのかよ。なんと。俺たちの完璧な尾行を見破るとは、さすがプリーモだ。知ってたなら言ってくれればいいのに。ちょうどいいと思ってな。何？少々遅れてしまいましたかね。時間通りだ、デイモン。僕を呼び出すなんてそれ相応の用事じゃないと許さない。アラウディ、よく来てくれた。なんだ、どういうことだこれは。なんであの二人まで。さあ、これで全員揃った。行くとしよう。もう何が何やら。究極にチンプンカンプンだ。なに、このすぐ先だ。そう遠くはない。
着いたぞ。ここは？おお、レストランではないか。実はみんなを驚かせようと思って秘密で晩餐の用意をしていたんだ。晩餐ってディナーのこと？日頃の感謝を込めてこっそり計画を立てていた。私たちのために？部屋に戻れば見つかるように招待状を置いておいたんだが、どういうわけかお前たちがついてきてしまった。そうか、だから。ああ、俺は昼食はいいんだ。うん、ちょっと用があってな。また後で。あれは晩飯でまた会うっつう意味だったのか。ぬふふ、まったくもってとんだ取り越し苦労だったようですね、じ。てめえが言うなよ。さあ入ろう。店構えは質素だが味は保証するぞ。おお、このワインはさっき買っていたやつだな。ああ、もしかして魚屋のマルコや八百屋のおかみさんと話していたのも。ああ、今日のメインディッシュの相談だ。じゃああの変なお店は何だったの？駆け出しのタルボという彫金師が店主の宝飾屋でな、少々変わり者でまだ若いが腕はかなりいいんだ。はあ、そうでござるか。そんなとこに何の用だよ。今日は受け取るものがあってな、みんなのためにあつらえたんだ。懐中時計？ずいぶん前に頼んであったんだが、最終調整に3日もかかってしまった。最近一人で出かけてた理由はそれかよ。ああ、お前たちに渡すものだ。ちゃんと細部までこだわりたくてな。全員分あるでござる。お前たちは俺の友であり同志でありファミリーだ。同じ時を生きていく証としてこれを受け取ってほしい。裏にそれぞれの紋章と1の数字が刻んであるんだな。お前たちが考えてくれたプリーモという呼び名、俺は案外気に入ってるんだ。案外とはお言葉ですね。その名にはこの先何代もファミリーが続くようにという我々の思いがこもっているのですよ。あ、そうだったな。特別あつらえか。悪くないものね。永遠の友情を誓う。おお、究極に良いことを言うではないか、アラウディ。違う、蓋の裏に書いてあったんだ。お、おお、本当だ。しかし良い言葉に違いはないぞ。ああ、そうだな。ええ、気に入ってもらえてよかった。ちょっと恥ずかしいけどね。恥ずかしくなどあるものか。俺は究極に感動しているぞ。みんな乾杯しようではないか。ぬふふ、いいですね。ではボンゴレの繁栄に、そして永遠の友情に。永遠の友情に。